今回ご紹介する昭和美人は歌詞で女優の安西マリアさん1953年12月16日生まれ出身東京都身長158センチ血液型 A 型銀座のクラブ特大寺で働いているところをスカウトされます銀座でホステスをやっていたことはデビュー当初は隠していたため高校卒業後ブラブラしているところをスカウトされる と書かれた文献や在海日本1977年1月号では彼女自ら高校3年の時日比谷の美容院に行きケーキが食べたくなって喫茶店に入りそこでスカウトされましたと話しています1973年チョコレートマリアのキャッチフレーズでシングル涙の太陽で歌手デビューハワイで焼いた小麦色の肌から灼熱の恋人と言われました このデビュー曲で50万枚以上を売り上げるヒットを記録。同年大晦日の第15回日本レコード大賞で新人賞を受賞。同じく新人賞を受賞したのは彼女の他に桜田淳子、安倍静江、アグネスちゃん、浅田美代子の合計5人で全員女性歌手でした。エキゾチックな小顔と引き締まったプロポーションでグラビアにも登場して男性を魅了。 また音楽面でもおしゃれな身のこなしと天性のリズム解釈は、いわゆる修練した歌詞とは別の地平から生まれたもので、1974年の第5弾シングル恋の爆弾はバッドガール歌謡の一つの完成型といえると高く評価されています。2014年2月20日に自宅で異常を訴えて救急搬送され、搬送直後に急性心筋梗塞と診断されます。 3月15日夜、都内の病院で急性心筋梗塞のため死亡。翌16日に彼女の所属事務所より公表されました。60歳でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。